昨日、東京・北区にある JR 赤羽駅近くの飲食店街で起きた火事で、火元の店の関係者が漏電でダクトの油に引火したと警視庁に説明していることが分かりました。昨日午後5時前、JR 赤羽駅近くの飲食店街にある焼肉店から火が出ました。火元の焼肉店200平方メートルが全焼したほか、隣接する建物2軒にも被害が出ました。その後の警視庁への取材で、焼肉店の関係者が出火の状況について、漏電で出火し、近くにあるダクトの油に引火したと警視庁に話していることが分かりました。警視庁と東京消防庁は合同で午前9時過ぎから実況見分を実施しています。